こんばんは。お店にですね、結構音楽がガンガンかかってるので、もしかしたら途中でちょっと音楽音を消さなきゃいけないかもしれませんので、ちょっとその辺ね、ミックスさせますのでよろしくお願いします。名前はね、ニックネームで呼んでもらっていればいいです。置きましょうか。バク大丈夫です。ニックネームは何さんで、ワンって言われてます。ワン10万円ワンデブワン。プンプイじゃないんですね。プンプイはちょっとね。プンプイはチャビーと一緒です。少し。そうなんですか。最初それ知らなくて、なんで俺がウワンなんだ。さあ、太ってるから。それからもうずっとウワン。実は社長はですね、バンコクで、最初2年間ですね、飲食店を始められて、ものすごくうまくいったらしいんですけど、うまくいくとですね、出た杭は打たれるということで、マフィアとですね、相当大変な思いをされたというお話も、前半にね、されておりました。でも打たれた。だからタイ人ってニックネームあるじゃないですか。うん、ありますね、みんな。チューレンとチューチンとか、チューレンとか、ちょっとじゃあもう一回、最初の振り返りだけ、タイに来られてからは何年ぐらいになるんですか。タイは、今年で7年目。17年目ぐらい。で、最初はバンコクで、みたいなのがあるんですか。バンコクにね、チェンマイ15年。何してるんだ。いやでもチェンマイで、いろんなね、農業を発展させて貢献されてて、でボランティア活動されててみたいな流れですね。そうですね。ビザが大変なの。やっぱなんかやっとかないといけない。野菜作りやコーヒー豆売りだからみたいな感じになりますね。いやでも本当に素晴らしいビジネスを展開されて。まあまあそうですね。まあニッチの世界をうろうろしてるっていうのがですね、なかなかみんなと一緒の方向は嫌いっていうか、行きたくないいう性格っていうか、でもそれがあるからこそハングリーがあるんですよね。まあ、まあですね、新しいもの好きじゃないけど、でも結果的に新しいもの好きなんですよね。まあまあそうですね。ひらめきがないから、みんなとやってる、みんなと同じかってる。はいはい。みんなとなんか共用してやろうとしても、どちらかと飽きちゃうんで、ね、俺はこうだから、じゃあ一緒にやろうぜって言っても、あとあと窮屈になる。なるべく、戯れない。ぶれないっていう、方法で、生活はしてる方かな。ですね。なかなか、日本人のスタッフに会う機会がない。まあ、それは、それで、いいかな。ね、子供がいて、子供と一緒で、一緒に遊んでると、そのことを忘れるかも、忘れるっていうか、時間の持っていき方の次第だけど、わざわざ会う必要もないから、ね、日本人の人、会っても今日何食べる、何食べましたって、面白くないじゃないですか、正直ね、でしょ、何食べました、昨日何しましたそんなことを求めて会議は来てない。だからね、みんなと同じことするんであれば日本で過ごせばいい話でやるから、やっぱり変わり者って言われたら変わり者なんですけど、変わったことやって、目立ちたがり屋かもしれないですね、もしかしたら。一つね、違ったことやって、みんなが真っ白の服着てるんであれば、いや俺だけ黄色でいいや、俺だけ赤でいいや、そういうレベルっていうか、
考えなんじゃないかな、うん、でもっとこうすれば何かがあるだろうっていうね、うん、そういうなんか発見があるからこそ、タイでも生きていけるんじゃないの、うん、生きてられたのか、ね、やっぱりなんていうかな、変わったことしてあんなことやってるんだよ、あいつ何やってんだって言われてることが多いかもしれないけど、うん、それかん、ね、気にしてたら何もできないんで、うん、誰からも雇われてるってことになる、はい、自分の好きなことを自分で楽しく、うんうん、まあ、楽しくやれたら、うん、納得いくことができれば楽しくなるから、うんうん、まあ、別にただ普通に淡々と毎日過ごしてる時もあるけど、うん、なかなかその今の時これしなくちゃいけないんだよっていう定義もないし、うん、寝たい時には寝るし、昼寝したい時は寝るし、ね、まあ、サラリーマンではないから、そうです ね、やっぱり自営っていうか一つの枠の中にいてお金稼いで生活する、ね、家族を養う、養われたい養わなくて、でも養われるよりも養う方が楽しい、でも1バーツ儲かった、100バーツ損したって言っても、そっちの方が面白いんじゃない、儲けは少ない、少ない、儲けはなくても、ね、損しても次なんかあるかな、ね、そんな関係が友達とその例えば大事な人と喧嘩しても、ね、喧嘩したからなんか次になんかいいことが巡り合わせが、それがあるから、まあ、十何年来たのかなと思いますよね、うん、なんか、でもいろんな苦労をされても普通の日本人だったら多分めげて絶対日本に帰る、僕だったら帰るなと思うんですけどでもそれをね乗り越えるハートがあるっていうのはすごいかな、いやなんか逆にもっとなんか違うことあるんじゃないかなっていうのがまだ知りなさすぎてるから、知りたい、そう、知りたいってだけ、知りたい、そう、変わったことを知りたい、さっきも言ったけど本当に違う方向でもいいんじゃないことがあるから、ね、いいのかなじゃないけど、いかがでしたか、今回ですね30分ぐらいお話をね聞かせてもらってるんですけど、あまりね、1回で長いこと申し訳ないので、3部作ぐらいにしてねお送りしたいかなと思っております。次回はですねビザ関係ですとかね、あのまた素晴らしいお話をいただきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。今回もご視聴の方本当にありがとうございます。それではバイバイ、またね。